特待生チャレンジ制度は対象の入試に合格すると特待生選考試験に検定料不要でチャレンジができる制度です。この制度はこの3つの入試のいずれかで合格し、入学手続きを完了した方が対象となります。ただしこのチャレンジ制度は合格した入試や合格した学科によってチャレンジできる特待生制度に指定があるのでご注意ください。各入試ごとに挑戦できる特待生制度はこちらです。特待生制度の詳しい内容は奨学金特待生ガイド、またはウェブオープンキャンパスサイトで公開されている各種特待生紹介動画で確認してみてください。ここからは特待生選考試験チャレンジまでの流れを紹介します。特待生チャレンジ制度対象の入試に合格後、入学金、学費を納入し、手続き書類を提出します。後日大学から入学許可書がご自宅に届きます。これで入学手続きが完了しました。この入学許可書は特待生選考試験に必要になりますので、必ずコピーを取っておきましょう。続いて特待生選考試験の出願登録を行います。インターネットを利用して登録するので、スマートフォンまたはパソコンなどのインターネットにつながる端末で登録をお願いします。登録後はインターネット出願の画面からインターネット出願願書と宛名ラベルを印刷します。市販の封筒に宛名ラベルを貼り付け、その中に入学願書と入学許可書のコピー、その他指定された書類を入れて簡易書き留め速達で郵送してください。出願した学科により郵送するキャンパスが違いますのでご注意ください。皆さんの挑戦をお待ちしています。